アーミン・バン・ビューレンは、オランダの DJ、トランスミュージックプロデューサー。既婚者で、子供が二人いる。弟は、ギタリストのエレール・バン・ビューレン。代表する曲として、This is f o what it feels like や、ブラーブラーブラー、Turn It Up などが挙げられる。ライデン出身。ジャン・ミシェル・ジャールの曲に、感化されて、DJ を始めたという。ライデン大学で法学を専攻していたが、 DJ 活動を優先にしていたために休学し、DJ 活動を休止すると2000年代に頃に復学し、卒業を果たした。2009年に交際中だった女性と結婚し、西を授かった。現在、EDM、プログレッシブトランスを代表する DJ と知られており、 DJ マガジンによる DJ マグトップ100において2007年2008年2009年2010年2012年に1位を獲得、その後も上位をキープしている。また、通算1000回以上もの放送を行っている長寿ラジオ番組アステートオブトランスのホストも務めている。本国オランダをはじめ、海外では以下のオリジナルアルバムがリリースされている。上記に挙げた。 オリジナルアルバムの他に、それまでにリリースされた楽曲を集めたコンピレーションアルバム10 years が2006年に発売されている。なお、本国オランダをはじめとした海外ではシングルシリーや2枚組などの特別版、リミックス版等も複数リリースされている。日本においては ABEX 社から以下のアルバムが発売されている。なお、 シングル CD は日本においては発売されていない。アーミン発の日本国内版。海外で発売されているシバーズからジップシー、バウンスバック、セレニティの3曲がカットされ、代わりにイエットアナザーデー、ブルーフィアー2 0 0 3とパーペッチスドリーマー名義で発表されていたザ・サウンド・オブ・グッバイが収録されている。なお、本作には DVD が同梱されており、内容は 海外でリリースされている DVD、アーミンオンリー、ザネクストレベルの日本版となっている。アーミンの日本における2作目となる、国内版。日本における前作、シバースとは異なり、海外で発売された、インテンスと収録内容は、同一となっている。本人の作り出すサウンドの作風の変遷によって、日本における前作となる、シバースとは異なり、本作では、 EDM 色の強い楽曲が大多数を占める。なお、本作では、すべての曲に放題が付けられている。海外で発売された、アルバム、エンブレースにボーナストラック、This is for what it feels like が追加されている。なお、アルバムタイトルは、国内版オリジナルのものだが、掲示上のインテンスと異なり曲名は変更されていない。ありがとうございます。